皆さん、寒い中、本当大勢の皆様方にお集まりいただきまして感謝感激、勇気100倍です。皆さん本当にありがとうございました。この選挙事務所は昨年の夏参議院選挙、この夏知事選挙で、私もこの場所に立って皆様方、多くの方々にご挨拶をさせていただきましたが、今日は寒すぎますね。これは本当に、先ほど皆様方と握手をさせていただいたけど、皆さんの手がかじかんでいるので申し訳ない、許してください。こんな寒い時期の選挙、私が選んだわけではございません。お許しをいただきたいと思います。皆さん、今度の選挙は自由民主党にとっても決して楽な選挙ではないんです。追い風は全然吹いてません。むしろこの時期になぜ解散をしたんだという多くの方々の意見もあります。それでも今回の選挙をやらなければならなかった理由、それはやっぱり経済の問題です。そして実は私も5期国政に送っていただいて分かったこと、学んだこと、それは政治にとって一番大切なのは時間なんです。政治的資源で一番大切なのは時間なんです。今回安倍総理は2017年の4月 10% への増税を決めました。つまりそれまでは2年4ヶ月しかないわけです。この2年4ヶ月の政治的な資源をフル活用して、この香川県でも皆さん方が景気回復の実感を得なければ、我々は失敗したことになるんです。今回の選挙は野党に追い込まれて解散になったわけではありません。自ら退路を断って、このデフレ解消のチャンスを逃さないためにあえて選挙を踏み切った、それが今回の選挙の意味です。私にとっての責任は、この香川県がこの2年の間に前に向いて、皆さん方がこの香川が良くなってる、働く場所が増えた、給料が上がった、景気が良くなってる、そして将来の不安が少しずつ薄れていく状態を作らなければならない、それが私の仕事だと思っています。そして今回の選挙は日本の将来にとって非常に大きな意味を持つと思います。実は経済だけではなくて、この2年間我々自由民主党が日本を取り戻すと言葉で頑張っておったのは、外交、安全保障、教育改革、行政改革、たくさんあるんです。今回の経済だけが前面に出てる選挙、確かに経済が争点、引き金になったのは消費税だから経済が焦点になります。しかし我々がやっていたことは、この2年間皆様方に見ていただいている通りでございます。遡ること2年前、それまでの3年3ヶ月は閉塞感、そして混乱、毎年総理大臣が変わる中で、日本はこのままではどうなるんだろう、日本はおかしくなるんじゃないかと皆さん思ったと思います。そういう中で我々は2年前に議席を与えていただき、政権を担うことができるようになりました。まだまだ十分な成果を出し切ってませんが、前に進んでいることだけはぜひお認めをいただきたい。後ろに下がることはやっていません。すべて一歩ずつでも前に進めて、皆様方の期待に応えるようにする、それが我々の今回の公約です。今日は本当に
知事、市長はじめ多くの皆様方に駆けつけていただきました。また有党の公明党からは鈴木さんからも来ていただきました。私を全面的に支援をしていただけるならば、皆様方公明党の比例区もぜひ皆さんの手でお守りいただきたい。今度の選挙は私はこの小選挙区で勝ち残る以外に道はないんです。安倍総理も2017年の4月ということで退路を断ちました。私もこの小選挙区で勝つ以外に政治生命を燃やし続けることができないという意味で退路を断たれています。ですから何が何でもこの選挙で勝たせていただきたい。私は本当に政治を志した時に今にして思えば若さと情熱とやる気だけだった、認めます。その私を本当にこの14の5年間皆様方は国政に続けて送っていただき、そしてやっと皆様方のお役に立てる、皆様方の期待に応えられる、そのように育てていただきました。街頭を始めて17年、そして国政に行って15年、最初に政治を志した時の私と今の私とではもう全然違います。これは全て皆様方の声を聞き教えていただき、そして多くの仲間と切磋琢磨をし、そして経験を積ませていただいた、そのおかげです。そして皆様方に今こそご恩返しをさせていただきたい。この郷土香川、そして日本のために全身全霊をかけて仕事がしたい、それが今回の願いでございます。今回の選挙は厳しいことは十分に分かっています。しかしどうしても勝たねばならない戦いだと、それは今まで皆様方に育てていただいたこの15年間全ての政治活動をかけた、つまり私の全てをかけた戦いにしなければ勝ち抜けない、そういう戦いだと思っています。私の政治生命は皆様方の手の中にあります。皆様方の一票一票でどうか平井卓也に働く場所を与えてください。そして育てていただいたご恩返しをさせてください。そして日本のため、香川のために燃焼し尽くさせてください。お願いします。平井卓也、心からのお願いのご挨拶でございました。皆さん、今一度平井卓也に盛大な拍手をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。